オクテッドチャンネル、こんにちは。オクテッドメンズファッションチャンネルの安藤です。研究員のカトリーネこと加藤里奈です。今週もよろしくお願いします。前回はデニムの魅力、はい、再発見ということで、うん、ちょっとこう定義が変わったというか、はい、これまでのデニムの概念ちょっと覆ってきてるよみたいな話を聞かせてもらい、うん、はい、まあ、女性ものレディースは割とこうトレンドでね、うん、いろいろ変化していくっていう印象だったので、はい、あ、なんか男性のものは、あ、そういう変化が今ちょうど起きてる時なんだっていう驚きがあった回だったかなって、うん、ああ、よかったです。なんか発見がね、うん、あったですね。発見あった。合わせる時、はい、どんなものを一番選ぶと、うん、おじファッションとしてかっこよく着られるのかっていうところを、ね、今日は聞きたいと思います。よろしくお願いします。一番デニム選びで大事にしたいところはどんなところですか？はい、これはですね、シルエットですね。あ、シルエット、うん、シルエットも綺麗めに変わったって言ってましたもんね。はい、そうですね、はい、具体的にそのシルエットを自分の体、うん、体型とおじたちが合わせる場合、はい、どんなところを気にすればいいんですか？うん、そうですね、ピタピタになりすぎない、あ、ダボダボになりすぎない、体のラインにすっきり綺麗に合ってる、うん、まあ、そういったところかなと。第三者の意見を聞くのが一番いいんですけど、まあ、なかなかそのね、お買い物行ってスタイリストさんだったりとか店員さんとかに聞くのってこっぱずかしかったりする方もいると思うんですけど、うん、目安としては一応こんな感じです。おお、これ今のデニムだ、はい、ちょうど同じ。え、めちゃくちゃかっこいいね。これめちゃくちゃ綺麗です。かっこいいですよね。なんかなんだろう、普通にビジネスシーンでも履けそう。もう全然いけちゃうと思います。やっぱそうですよね、シルエットさえ気にしてれば、はい、なんだろう、この清潔感と、そうですね、うん、好印象と言いますか。へえ、こんな感じに着られるんだ。そうなんです、まあ、特にこれ、まあ、大人の男性に絶対おすすめしたいなと思ってるブランドの、前回も言ってたヤコブ公園というブランドのやつなんですけど、うん、まあ、これは本当にジャケットとかね、もうぜひぜひ合わせて仕事も休日もなんなずっと使ってほしいようなデニムですね。え、これなんかやっぱデニムって洗濯あんましない方がいいんですか？私はもうバンバン洗っちゃうんですよ、はいはいはい、プチプラ買ってるから。ああ、なるほど、うん、こういう新しいはいの買った場合の手入れの仕方は？冬だったら正直そんな洗濯しなくていいです。それってもう履いてそのまま、例えばなんか上着とかかけるようなとこにかけて置いとくみたいな感じ？そうですね、シワとかはやっぱできるんで、うん、なんかこうリセッシュとか、あ、シュッシュっていう、はい、除菌の、はい、匂いとか除菌のやつ、あれやってもらうで、吊るしとくとか。へえ、そういうのはかけてもいいんですね。別にそうですね、全然大丈夫です。で、夏場とかやっぱ汗かくんで、それは洗ってもらった方がいいかなと思うんですけど、洗う頻度をこうなんて言うんだろうな、色を落としたくなかったら頻度を抑えるというか少なめにするっていう感じ、うんうん、で洗うとしても裏返して、畳んでネットに、ネット入れる。なるほど。で洗濯機。ちょっとシルエットのとこ戻っちゃうんですけど、はいはいはい、結構お腹を気にされているおじいっぱいいると思います。はい、多いですよね。デニムとか、まあ、パンツなんでもそうだと思うんですけど、うん、はい、インしたりすると余計気になりません？お腹らへん。そうですよね、うん、まあ、そもそも結構細いんで履けないっていう方ももしかしたら多いかもしれないですけど、この辺とかは特に、まあ、あんまりそこを謳い文句にしてないかもしれないですけど、うん、腰のあたりで履くんですよ。お、確かに言われてみると結構低めですね。ですよね、股上浅いんですよ。なんでお腹は正直乗る方は上に乗ります。うんうんうん、で腰のあたりで履くんで全然ね、そんなストレッチも効いてるし窮屈じゃなく履けちゃう。なるほど、はい、お、じゃあすごくこう着心地としては良さそうな感じですね。いいですね、安定感もありますし、まあ、やっぱ仕立てがいいんで、なんかお尻周りとかもすごい綺麗に包み込まれるようなシルエット、うん、形になってるんで、まあ、全然楽です。このブルー系デニムのコーディネートとかでおすすめはあるんですか？はい、やっぱり、まあ、まずはジャケット合わせてほしいかなとは思います。はいはいはい、かっこいい。かっこいいですよね、これでビジネスだったらかっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい、はい、いい提案してくれそう。そうですね、センスいい提案してくれるみたいな。間違いないですね。ねえ、あと気になってたんですけど、今日このデニム、はい、ブルーの他にこの、はい、ブラック、はい、ブラックもあるし、うん、
これグレーですよね。グレーです。グレーもあるんですけど、はい、この辺も流行ってるっていうか、うん、おすすめなんですか、はい、今特に、うん、このモノトーンがおすすめで。あ、そうなんだ。そうなんですよ、まあ、デニムって言ったらやっぱこういうイメージじゃないですか。まあそうですよ ね、インディゴブルーとかですけど、うん、なんかもっとこうシックに大人っぽく履こうと思ったら、うん、やっぱり色的にもモノトーンの方がそういった印象を出しやすいんですよね。それはそうかも。私も割と、はい、なんだろう、ちょっとカジュアルにしすぎたくないなっていう時の現場に履いていく時は、うん、はい、黒いデニム合わせます。すごい使いやすいっていうのはレディースでもするんですけど、メンズもそう。そうですね。ほー、そうなんだ、うん、特にまあなんかこう若いカジュアルとかっていうブルーデニムの印象が、うん、まああんまり好ましくないなっていう方もね、このチャンネル見てもらってる世代の方多いと思うんで、まあ、こういうモノトーンが特にいいんじゃないかなとは思ってますし、実際めちゃめちゃ売れてます。へえ、売れてるんだ、はい、これもコーディネートあります？これもありますよ。まあ、やっぱりまずジャケットですね、うん、これはなんかあれなんですね、カチッとしたジャケットっていうよりはなんかカーデっぽい感じの、なんか柔らかそうな、はい、ニットジャケットっていう感じで、うん、まあ、あの休日にちょっとこうスタイリッシュにね、こうおしゃれにしたい時とかは着てもらえるといいんじゃないかなと思います。であとはもっとラフな感じですね。めっちゃカジュアル、はい、まあ、でも可愛いですね。これも可愛らしいですよね、うん、40代の男性って結構可愛い服装ギャップあっていいかなと思ってるんですけど、いいいいですか休日の、はい、この間ね、全然もうこんなおしゃれではないですけど、はい、普通にスーパー行った時にみんな、うん、きっとどこかでは何か役職がついた、はい、こうね、うんうん、方たちなんだろうなって思うようなおじさまたちが、はい、休日に皆さん本当に短パンとか、うん、はい、T シャツとか着てめっちゃラフな格好でスーパーでお買い物してる姿を見て、うん、ギャップ、はい、ギャップもええと思ったところだったちょうど。それも極端な例ですけど、はいはいはい、だから休日のこういう感じの、だからいつもね、なんかこうピリッとして、はい、なんか部長とか課長とか言われてるような人たちが、はい、なんかこう一人のこう人間みたいな感じで過ごしてるっていう、なんかいいなって思いました。いいっすね、人間らしくて素敵だな。まあよかったです。お父さんも黒デニムじゃん。今日もそうですね、黒デニム、うん、全く同じブランドの。あ、そうなんだ、はい、これはレッドカードっていう、うん、まあ、日本のデニムのブランドなんですけど、結構細身なんだけどピタピタじゃなくて、はい、あのすっごくいい感じ。 ありがとうございます。かっこいい。やった、まあ、こういう感じのね、綺麗なシルエットのデニムで、うん、特に、まあ、今おじさまの世代の男性のファッションには、うん、まあ、モノトーンがいいんじゃないかなと思います。グレーもちなみに、はいはい、どんな感じで合わせればいいんですか。グレーの方がむしろあれかな、なんか意外と もうちょいカジュアルになるのかなと思ったら、はい、めちゃくちゃあれですね、あの普通にビジネスシーンで履けそう、はい、なんか多分パッと見グレーのスラックス、そうスラックスに見える、見えますよね、うん、そのぐらい綺麗で品の良い感じに見えるんですよ。あ、わかる、品だ、品が出る、はい、めちゃくちゃ品がある。そうですよね。へえ、かっこいい。かっこいいですね。これ差し色、オレンジじゃねえな、ボルドー、うん、パープルっぽいような色味、セクシーな感じ、大人感がありますね。そうですね、色っぽい感じがありますし、私このビジネスシーンで着てる品がある系の方がかっこいいと思っちゃいました。このカジュアルで、うんうん、着るより。なるほどなるほど。じゃあぜひこれはもう仕事で使ってもらうしかないですね。使ってほしい。グレーめちゃくちゃかっこよかったです。ですね、まあ、結構こういう色物派手なやつとかでもグレー、うん、ブラック系は特に合わせやすいんで、しかも品が出るっていうのがすごいなと思います。そうですね、はい、ぜひ活用してほしいかなと思います、うん、なんかコーディネートも含めてデニムこんな可能性あるぞっていうのがすごい見えたんで、はい、よかったです。でも1個買うにね、1枚買うにはちょっとここ値段がするからこそ、こういう、うん、まあ、動画見て、はい、自分に合うものだったりとか、今使いやすい、この年齢になって使いやすいみたいなものを、うん、あの皆さんに知ってもらえたらいいなって思いました。嬉しいです。ありがとうございます。万能だった、すごい。皆さんいっぱい使えるのでぜひ参考に、はい、してみてください。前回まで あの動画などはですね、あのピコ欄で見られますし、チャンネルもね、こう一覧になっていますので、いろいろな回も見てみてください。毎週木曜日夜8時に更新していますので、次回もまたお楽しみに。バイバイ。